5字探し、変換ミスが目立つ漢字問題が全部で11問です。では始めましょう。第1問。どの漢字が違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。五字の受験は試験を受けること。正しい受験は検査や検定を受けることです。第2問。どの漢字が違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。五字の合うは複数のものが一つに集まること。正しい合うは良くない出来事に出会うことです。第3問。どの漢字が違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。体、命が尽きるような局面なので体の方を使います。第4問。どの漢字が違いますか。正解はここでした。正しくはこちらの字です。五字の体勢は一時的な対応、身構えを表し、正しい体勢は恒久的な組織、制度を表します。第5問。どの漢字が違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。五字の制作は実用的なものを作ることで、正しい方の制作は芸術的なものを作ることです。第6問。どの漢字が違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。五字の痛むは体に痛みを感じること。正しい方の痛むは物に傷がつくことです。第7問。どの漢字が違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。
5字の規制は物や商品を表し、正しい方の規制は形にならない事柄を表します。第8問、どの漢字が違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。5字の野生は動植物が自然の中で育つこと。正しい野生は本能のままの性質のことです。第9問、どの漢字が違いますか。正解はここでした。正しくはこちらの漢字です。五字の立つは切り離す、やめるという意味です。正しい方の立つは続いていたものを終わらせるという意味です。第10問、どの漢字が違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。五字の良いは優れているという意味です。正しい方の良いは立派、好ましいという意味です。第11問、最後の問題です。どの漢字が違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。五字の不幸は幸せではない状態。正しい方の不幸は親に対して孝行ではない状態です。